はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんからですね、お届けしたいというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、クラン対戦系の動画中心にやっていっています。やっぱ、クランにてですね、対戦で結果が出るかどうかって、すごく大きな、皆さんにとって、要素かというふうに思いますので、そこでお悩み持ってらっしゃる方の、解決になるようなですね、ヒントになる、動画をお届けできたらなというふうに思ってやってますので、ぜひ最後までご覧いただきまして、いいなと思ったら、グッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はそちらの方もよろしくお願いいたします。というところで、本日はですね、タウンホール11のアタックを見ていきたいんですけども、タウンホール11で、皆さん食い引いてやりますかね。だいぶやっぱり難しいなということで、やってない方も多いんじゃないかというふうに思うんですけども、ちょっとですね、そこに関して、見ていきたいと思います。ちょっと残念ながら今回負けちゃったんですよね。相手とかなり僅差だったんですけどね、惜しかった。んですが、つむぎ組さんでですね、タウンホール11で今食い引いて結構やられなくなってきてます。なんでかっていうと、スーパーガンオイルとストライカーですよね、あいつらがとにかくレベル50のアーチャークイーンをいじめるわけですよめちゃくちゃいじめるんで、一時期に比べて結構使われなくなったんですけども、そこやっぱりですね、乗り越えるやっぱポテンシャル、まだアーチャークイーン食い火にはあるし、それを逆にこう習得できるとですね、使える、食い火が使える村っていうのもこう徐々にこう増えてきているような気もするので、体感的にですけどね。割と今まで、うまくいかなかったようなタイプの村っていうのが、イージーに破壊できたり、みたいなことが起こるんじゃないかなという期待をしています。ちょっとね、見ていきましょう。これなんですけども、まずですね、ゾディアックさんが攻めている、このクイヒーディガー。これがやっぱり、基本になるのかなって、個人的には思います。で、アーチャークイーン、クイヒーっていうの、何かっていうと、分かる方には言う必要もないんですが、アーチャークイーンにこうヒーラーをつけるんですね。ヒーラーをつけて、こう、アーチャークイーン回復させながら、こう、どんどんですね、相手の防衛を削っていく。これがクイヒーと言われるやつですね。で、なんでこの戦術をやるのかっていうと、アーチャークイーンって全ユニット中一番攻撃力が高いわけですよ。で、そのユニットが遠距離から攻撃できるわけなので、なんていうかな、アーチャークイーンを攻撃してくる防衛施設っていうのがそんないっぱい、ない状態で、こっちがアーチャークイーンがどんどん攻撃できるっていう環境が必然的に作れるわけですね。今見てもらってわかる通り。今、迫撃砲とクロスボウぐらいしか撃ってきてないじゃないですか。こんな感じです。で、その攻撃力が高いアーチャークイーンにヒーラーをつけることによって、延々と体力を回復させながら、ゴリゴリですね、相手の防衛を削りまくっちゃおうと。で、そうすると、実質そのヒーラーも生き残って、アーチャークイーンも生き残っていれば、使ったコストって、ユニットがこうやられて消えてしまうことはないじゃないですか。呪文は当然ね、減っていくんですけども、使えば。なんで、延々とこのアーチャークイーンにこう仕事をさせまくって、で、今、インフェルノまで壊して、さらに相手のアーチャークイーン、防衛軍、全部アーチャークイーンがこう倒してくれましたよね。で、さらに、レイジをかけてガンガン奥に入れていこうって感じなんですけども。こんな風にして、もうユニットをですね、やられることなく、どんどん防衛だけを壊していくことができる。これが、クイヒの、一番のメリットというかですね、特徴になります。で、さっきね、しれっとゾディアクさん、切り抜けてたんですけども、相手のアーチャークイーンだったり、防衛軍と相対したここね、実はめっちゃ危なかったんですね。ちょっと後でもう一回見てみようと思うんですが、ただそこを切り抜けて、区画をこう壊してくれたことによって、ここね、こんな風に壊してくれたことによって、ディガーたちのルートがもうかなり限定されてるんですね。こういう風に。ここをディガーがこう走るような感じになってるわけですよ。なので、こんなような形でですね、ディガーとか、主力になる、ドラゴン、ディガー、ホグライダー、その辺かな、あとはペッカとか、イエティ使う場合は合流するケースが多いんですけども、こいつらを、この壁を無視できるユニットたちっていうのを、より密集して狭い区画をこうね、進ませていく。そのためのサイドカットをやりながら、かつ相手の主力防衛も破壊できる。これが、クイヒの美味しいところですね。で、結構この攻めって本当に基本になるので、一番最初にこう上げましたが、いくつか注意点があります。それを見ていってから、今日合計4本見てきたんで、結構ね、盛りだくさんなんですけども、1個目まずこれ。サイドカットですね。アーチャークイーンって一番ね、遠距離ユニットなので、怖いのが逆方向行っちゃうことなんですね。
今回ゾディアックさんこっから入れていこうとしてましたけども、じゃなくってアーチャークイーンがもしも逆方向回っちゃったらバラララララってことも当然なるわけですよね。で、なのできっちりとここのところ今、起こってる寸前ですけども、バルーンを使って大砲を破壊して今さらにアーチャークイーン出す場所、ここをこう壊した後は次こっちをたげる、こうここですね、これをターゲットしてくれるような場所を狙って出してます。もしアーチャークイーンここに出しちゃった場合どうなるかっていうと、これ壊します、これ壊しますって言った後にこっちに行っちゃうかもしれないですね。もしかしたらワンチャン、まあこっちに行くかもわかんないけども、微妙っていう感じですよね。そういう微妙な状態を作らないように、アーチャークイーンがどこをこう壊しながら、前進するのかなという見方をねして、ルートを作っていくというのが非常に重要です。さらにこれスニークゴブリンでこの金山破壊してますね。これここで、あ、ごめんなさい、ここ破壊してますよね。で、そうすることによってアーチャークイーンをちゃんとこの区画の中にこうターゲットを取らせながら、誘導していくっていうことをしています。結構ねやっちゃうのが、誘導したいポイント、ここに入るのに、あ、ちょっと待って、ごめんなさい、これ止めた方がいいな、よいしょ、止める。誘導するときに、入れたいポイントの目の前を全部削っちゃう人いるんですね、こういう風に。これは NG です。これ何かって言うと、 やっちゃうとまずターゲット取るものがなくなってこっちに歩いていかない、逆走するっていうパターンがあるだったり、ここを削っちゃってここが残っているとこっちターゲットしちゃってスルーしちゃうっていうケースがあるんですね。アーチャークイーンが、入りたい壁のところを、これがあるので、むしろ入りたい壁のところには施設を残しておいて行ってほしくない方向を削っておく、こういう形を作ることによって壁の中に入れていくっていう形を作る、まあ、これが結構基本です。で、今ですねポイズンを当てていってますね。スニーク、スーパーガーゴイルに。さらに、レイジを当てて、フリーズも当てていってます。これだけやるわけですよ。じゃないと、押し切られちゃうんですね。スーパーガーゴイルのこの一発、見てください、これ。ドーンって、レイジがかかってもかかわらず、アシャクイの体力を普通に4分の1ぐらい削っていくんで、これ、ポイズンかかってなかった場合には、くっそ削られます。で、さらに、レイジがなかった場合には、回復も間に合わないんで、アシャクイ多分ですね、一瞬でここでやられちゃうんですね。今、スーパーガーゴイルにポイズンかけてフリーズ当てて、で、ほぼこいつらに攻撃させずにポイズンで焼き切ってましたけど、この焼き切りがめちゃくちゃ大事なので、アーチャークイーンを使う場合ですね、これ段ボール13になっても同じです。おそらくしばらくこの環境変わらないと思うんで、スーパーガーゴイルが出てきたら、ポイズンかけてフリーズ、パンパンってね、パンパンってやっていくのが結構、ポイントになるかと思います。で、そこを乗り越えたら、あとは、アーチャークイーン無双ですね。ここからもう一切やられずに最後まで、アーチャークイーンが殴りまくります。で、こんな形が作れたらもう、結構、もうニヤッとしちゃう感じですね。やったぜ、みたいな感じになってくるわけですね。まあ、ただこれ、ゾディアカさん結構うまいです。おそらくですね、最初は、スパーガゴと、ストライカーの援軍でやられるケースが、多分かなり皆さんあるんじゃないかと思います。僕も未だにやられます。タウンホール12、13でクイヒーやるとですね。なんですけども、ある程度相手なんかね、そういう風に、この辺で援軍来て中身が、スパガゴと、ストライカーだったらどうしようとか、読んでおけば、まあ、対処はできるわけですね。まあ、呪文を持っていくとか。なので、そこら辺しっかりやってですね、なるべくその事故を減らすような、運用ができてくると、この着衣、クイヒーですね。まだまだ全然タウンホール11でも。使います。まあ、11だとやっぱね、アーチャークイーン体力低いんですね。なので、そのスーパーガーゴールとかストライカーの攻撃が結構一発一発が重いんですよ。タウンホール13のアーチャークイーンに比べると。まあ、そこがやっぱり難しくさせてる要素ではありますけどね。ではですね、ちょっとこれから先は少し、難しめのものを見ていきます。まあ、今のような形でアーチャークイーンを誘導して壁の中に入れていくっていうパターンが一般的なんですけども、少しですね、違うパターン。まずこれですね。あ、間違えた。ごめんなさい。ミスった。よいしょ。一つは、ですね、これ。もっとですね、シンプルに、クイヒーを使いたいっていう人は、こういう形でやるっていうのもありですね。はい、これ。何かっていうと、誘導型というやつです。アーチャークイーンって対、攻撃力めっちゃ高いんで、相手の、なんていうのかな、硬い、体力が高い防衛をどんどん、壊してくれるわけですね。で、それを使って、サイドカットやっちゃおうって話です。さっき、アチャクイ用のサイドカットの話をしましたが、今回言うサイドカットはまたそれ別物ですね。主力がアーチャークイーンでもなくて、当然ここに出てくる、ペッカイエティなんですね。あ、ペッカボーラーなんですよ。この辺。
なのでそれをこの辺から投入させるためにこっち削っとこうって話なんですね。こういう風に削っとこうと。でこの削りをするために結構複雑ですけども、アチャクイでここをカットしていってこう進めていくわけですよね。なのでここベビドラでカットしました。いかないようにですね、こういう細かいテクも必要なんですけども、まあその回やってアーチャークイーンが進めたい方向にこう進んでいってますね。なのでタウンホールとか、あとこの辺、スニークゴブリンを使って結構高体力だったんですけども、全部こう破壊しながら、カットしてくれたんで、ペッカとボゴラーが全然それずにまっすぐこっち方面にこう向かっていってますよね。でこの形を作るペッカボーラーを中に入れていくためのサイドカットにアーチャークイーンを使ったというパターンですね。まあこれアーチャークイーンが合流したタイミングでの投入うまいですね。ちょっとこれでアーチャークイーン延命させて、かつクローク吐いて、ヒーラーで回復させて、アーチャークイーンここで落ちそうでしたからやられなかったですね。で、まあこのですね、まあペッカボーラーとかイエティとか、合流させる形を作る場合ってワンチャンですね、ヒーラーがペッカに移ってくれた方が美味しいっていうケースもあるんですけども、まあ今回はちょっとアーチャークイーンを回復させて、させ続けてるかな。ヒーローパートヒーローを回復させまくってますね。ただ、まあ、ここでペッカにスイッチしたっぽい感じですね。こうなってきてペカヒーの形が作れると、前線でペッカが体を張ってくれて、それをヒーラーが回復させてくれて、後ろからアーチャークイーンが射抜くというね、まあ、素晴らしいこの3体のユニットの、コラボレーションが生まれるということですね。今一瞬その形ができて、またペッカの体力が満タンになったんで、ボーラーアーチャークイーンにヒーラーが戻りましたね。基本、いや、目の前にペッカいるか、ここにペッカいますね。ヒーラーって体力満タンになった時に、ベースのユニットを回復させるっていう特性がありますので、アーチャークイーンさっき体力減ってたからなかなか離れませんでしたけども、体力が満タンになったら、今度は、なるべくコストが高い方。で、コストが高い中で、なるべく体力が削られているユニットを回復させようとするんですね。で、削られているユニットが複数いる場合には、コストが高い集団です。一辺の、このフォンっていう、このフォンっていうあの回復の光で回復させられるユニットのコストが多いところに行こうとするんですね。なんで、ペッカって25枠なんで、これは2体いたら50枠、アーチャークイーンは25枠計算かな。だから、まあ、そっちに行くってことですね。まあそういうところを利用して、ペッカに、すげえなんかペッカが、めっちゃペッカが、なんか変な動きしてる。まあまあまあ、そっちの方に行くということですね。はい。で、こんな感じで合流に使っていくというパターンもあります。で、次見てもらうのは、めっちゃくちゃうまいやつですね。デカオさんの、アタック。これはね、ちょっと、なんていうのかな。食い火慣れればここまでやれるよっていうことで紹介すると思ってください。初めからこのレベルの食い火ができなきゃダメなんだっていう風に間違っても思わないでいただきたいっていうぐらいクソレベルが高いです、マジで。なんですけども、ポテンシャルをねやっぱ感じるんですね、これね。見てほしいのはこのアーチャークイーンのこの突破です。これわはぁって思うじゃないですかこんなとこ行くみたいな、行くんですよデカオさん、マジで。そのためにしっかりと、これガーゴールとか、使って、このサイドカットしていってますよね。こういう丁寧なカット。さらに、ここの、区画壊してからウォールブレーカー当てることで、一番近く、かつ、防衛、なんか施設がある、区画の壁を開ける、この、の特性。これを利用してここを破壊してきましたね。で、キングを使ってカット。これね、結構アーチャークイーンを食い火で使う場合で、キングサイドカットに使う。パターン結構多いです。なんかね、キングで壁の中に入れてこう、ね、やらないと持たないかもっていう風に思う方多いかもしれないんですけども、キングってね、実はサイドカット最強ユニット説があります。僕の中でね。で、しかも結構そういう風に使うケースっていうのは、タウンホール11だけではなく12、13と、まあ、幅広くみんなそれやってるので、実績もありますよね。で、今回、この、ウォールバスターでガンガン壁を開けながら、奥へアチャクイを進めていって、で、スーパーガーゴールのターゲットを、この、ウォールバスターで取ってましたね。で、中から出てきたのは、アイスゴーレムで、こいつらがさらに、この、アーチャークイーンとかのターゲット取りながら周りを固めてくれて、で、アーチャークイーン全然ですね、ノーダメージでこの辺ガンガン殴りまくってますね。レイジをかけてるのは、万が一事故らないようにするためっていうのもありますし、アイスゴーレムの、凍らせてる時間の間に、この辺のクロスボウとか相手のアチャクイとか、高体力、高火力施設が密集してるんで、それを、スピーディーに殴り潰すっていう意味もあります。
なんで0時ですね。で結構ね、クイヒー使う場合のワンポイントなんですけども、今、ラバルを展開してるじゃないですか。こっちからこういう風にラバル展開しましたよね。で、まあ今回このラバルの解説はしないんですけども、当然、デカオさんこの、ラバルパートやってる間に、クイヒーなんか見てる余裕そんなにはないんですよ。まあ、多少見てたかもしれないけど。で、そういう時にじゃあクイヒー放置するの怖いじゃないですか。どうすんのって言ったら、0時かけてから放置するんですね。まず。で、0時をかけてすぐにラバルパートに入っていくことによって、0時期間中は、まあ、そうそうクイヒーやられない、ので、まあ、しかもまあ、やられないようなところを通している、まあ、プランニングの段階でね、もうそこを気をつけてると思うんですけども、まあ、やられないので、0時使っておかないと0時使えば生き延びられたなっていうところでやられちゃったりしますから、まあ、そういう事故が起こらないように、序盤とかまあ、その主力出す前に0時を使って、クイヒーが、まあ、やられませんよねっていう状態を作っておいてから、ラバルなり、リガーなり、まあ、その辺にパートを移していくっていうのは結構ポイントです。これ重要なんでね、覚えておいていただいた方がいいかなというふうに思います。で、ラストですね。ラスト、お待ちだ。ラスト1本見ていきましょう。これですね。良い子らって。よいしょよいしょ。よし、これですね。ライトニングを使うっていうケースもあります。まあ、今ね、やった、デカオさんのアタックもライトニング使ってたんですけども、ですね、こんな感じで、よいしょ。もう一本同じデカオさんのアタックですね。デカオさん結構ライトニングを使いながらの、クイヒーが多い気がします。結構ね、今回のライトニングは6発プラス2発で、ほぼほぼライトニングパートに呪文使っちゃってる感じなんですけども、まあ、それでもですね、削るポイント、これによって、ちょっとミスった。ちょっと一回止めていいですか？ごめんなさい。削るポイントを話したかったんですよ。ですね、プランニング先に説明すると、よいしょ、うまくいかない。ですね、ここからクイヒースタートして、こういう風に入れていくんですね。で、そうなった時に、この部分のクロス棒が結構痛いじゃないですか。で、そこに対してレイジもこう持っていってないわけなんで、この辺ね。じゃあどうすんのって言ったら、クロス棒とか届かない、アーチャクになかなか届かないんで、ね、壊しにくいし、だったら先にライトニングでそこ潰しちゃえば、アーチャクインに入るダメージが少なくなりますよね、と。で、少なくなったところをヒーラー4体で回していくんですね。で、最終的には、今回主力っていうのは、ディガーなので、ディガーたちに、バトンタッチする。まあ、主力の武装をバトンタッチする。そのためのルート作りですよね。ここを、ライティングで壊して火力を落として、アチャクイのクイヒでルートを作って、攻めていくっていうパターン。で、これ4体のヒーラーしかいませんけども、全然、アチャクインを、まあ、倒せるような火力を持ったゾーンが、まあ、この辺に来なきゃないですね。この辺に来なきゃ。なので、この辺はもう全然楽勝でこう進んでいってくれてますね。で、およそ、ルートが出来上がった段階で、ペッカ、カット入れてからの、ウォールバスターを入れていって、で、ウォールバスターでまたさっきみたいにタゲを取りながら、アーチャークイーンを中に入れていく。で、中に入っていった時にはもうウォールバスターがタゲと取ってくれてるので、まあ、さほどアーチャークイーンにやっぱダメージが集中しないんですよね、これ。防衛軍出てきますけども、この防衛軍もウォールバスターをこうタゲ取るじゃないですか。まあ、しかもラバーハウンドなんで、なおさら、そんな体力はない、攻撃力ないですしね。で、この壁の中にこうですね、アーチャークイーンをほぼほぼダメージ食らわないような環境で突っ込ましていくっていう形を作るわけですね。で、中心部分、この辺アーチャークイーンに暴れさせている間に、ここ、出来上がったルートを、ディガーを走らせていくという格好になるわけです。こういう風にね。はい。いやー結構ね、このレベルの形が作れるのって難しいよねっていう風に思うんですけども、まずは一番最初見てもらった、クーヒーディガホが、あの形を目指すでいいと思います。で、次慣れてきたら、ウォールバスタープラスアーチャークイーン、クイヒーって、結構ですね、タウンホール11においては、強い、クイヒーに対する、なんていうかテクニックになるので、これは覚えておいていただくとですね、あと練習してもらう価値もあるかなと思います。ただ、タウンホール12になるとほとんど使われなくなって、タウンホール13だとほぼ皆無ですね、使われる、率っていうのが。なので、まあ、どちらかというと、まあ、そのウォールバスターを使う、というよりも、その、なんだかな、クイヒーを狙ったところにちゃんと入れていくためのカットを学ぶとか、あとは、天敵であるスーパーガーゴイルとかが出てきて、
来た時にポイズンフリーズをこう、間髪入れず打っていく、その反射的なところを磨くみたいなところっていうのが、むしろタウンホール11ではクイヒー使う上で意識しておくと、これから来る12、13ないしは14ももう来ると思うんですけども、その環境に適応していきやすくなるかなというふうに思います。まあ、いずれにしてもこのクイヒーって、タウンホール13でも全然主力で使えるし、僕もなんならめちゃくちゃ使ってるので、ぜひですね、タウンホール11難しさはあるんですけども覚えておいていただくと、まあ、こんな風に圧倒的に村を破壊できるポテンシャルを秘めたですね、戦術、まあ、テクニックになるので、おすすめでございますので、まだちょっとねタウンホール11なかなか食い火難しいんだよって方はですね、こういった動画参考にしてもらいながらやってみてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はクイヒーに関して、たくさん見ていきました。いかがでしたでしょうか。まとめると、クイヒー用のサイドカット、これ重要です。相手の防衛軍、結構天敵である、スーパーガーゴイル、あとはストライカー入っていくと多いです。なので、そこしっかりポイズンフリーズでケアしましょう。あと、高火力のところにはしっかりレイジを入れましょう。で、こうやって生き延びらせていって、壊したいところを壊したら、その後ですよね。その後に出す主力、ディガーなのか、あとは、ま、ペッカとか、イエティとか、そういった壁の中にゴリ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 ね、こう壁壊して入っていくユニットなのかによって、合流させるのか、クイヒー引き続き、単独で歩かせるのか、この辺の考えが変わってきます。最後の、その主力をどういう風に入れていくかまで考えて、クイヒーでどこを削るかを考える。このプランニングが結構重要。で、それをやるために、クイヒーのためのサイドカット、まあ、スニークゴブリンなり、ウィザードなり、ベビドラなりを使っていくということですね。今言ったことちょっと多いなっていうふうに思った場合には、もう一回ですね、これ動画を見てもらって、今言ったポイントを、こう、なんていうかな、意識しながらどういうふうにやってるのかなって考えてもらうと、結構わかりやすいかなというふうに思いますので、今回選んだアタックですね、ご参考にしてもらえたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいと思います。ぜひ、よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私のチャンネルですね、タウンホール11から13まで幅広く、これから14も出てきたらそっちの方もね、やっていこうと思いますので、ぜひ今後ともご視聴いただけたら嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。